さんさありがとうございます。まおさんありがとうございます。いくらとすじこの違いは分かった。分かった。あのね、てかすじこってなんとなく聞いたことあったけど、まさかいくらだったとは思わなかったです。頑張ってる姿、感動したよ。嬉 <laughs> しい。ありがとうございます。えー、っと、上野は、 87位でした。全国で苗字ランキングみたいなやつやりまして、87位でした。まさかの。海のタンちゃん、ありがとう。はるゃん大好き、ありがとう。はるちゃん大好き、ありがとう。はるたんクイズ大活躍、見守り中。は <laughs> はでもまあ、あれはね、みんなの意見をちょっとね、言っていただき、<laughs> でも私の時は大体外れてたな。 私がう違うよって言ってたやつとかそうだよって言ってたやつはだいたい外れてましたダメだめだこんばんはありがとうございますこんばんはこんばんみこんばんみお疲れ様でしたあ,ありがとうございますこんばんはこんばんはでもめっちゃ楽しかった私苗字ランキング前さあのまだどこかのチームでやってた時にやりたいなって思ってたんですよだから自分の知りたいなって思ってて今回それだったからめちゃくちゃ 嬉しかったです。楽しかった。ガチでやってましたね、クイズ。ガチで向き合いました。なんかちょっと電球がじわる。まあ、いっか。チームオランギは企画だと生き生きする。なんかみんな、意外と。 精神、ね、低くて可愛いです私が多分ちょっと一番低い可能性あるけど <laughs> 前髪何色あ、うん、電球なんだけどちょっと。 逆に少なすぎておしゃれじゃないからこうしてこうしますケイトさんありがとうございますごめんお疲れ様あごめんありがとうございます今残業終えて春丹先生のショール見られてよかったおおお疲れ様です残業ありがとうこんばんはこんばんはこんばんは、まあ、ツインかわいいあ,ありがとうございますはいツインテールにしました 企画のン張る子供だったから、後で動画上げるで。うわっすごそうなんかちょっと、恥ずかしいな、自分でね。ありがとう。日清月歩さん、ありがとうございます。食パンのアイコン、かわいい食パンな食パン、食べたいななんか、博多駅の丸いっていうところに、丸いは知ってるか、みんな。あ、りょうさん、ありがとうございます。上野はるか、神吉。ありがとうございます。 マッハさんありがとうございますその丸井に行った時に丸井の1階になんか食パン屋さんがあって前はあったか分かったなかったと思うんですけどその食パンを見た時にこういう食パン屋さんってさ絶対おいしいじゃないですか。私パンとか結構ああいうの好きでなんかキジキジしてる感じなんか生地を楽しめる感じ。 ノーマルのやつとかも好きだし、とかパンがめちゃくちゃ好きで、めっちゃパン。美味しそうなパン屋さんとか、道端で見つけたら、絶対買っちゃうんですよ。しかも、なんか、選べ、選びきれないんですよ。全部美味しそうだから。一人なのに、めちゃくちゃ量買っちゃって、あめっちゃ買ったなーって思うけど、後悔はしない。 なんか、全部た食べたら、食べられたらいいのになって、思いますね。おはるたん、あ、おはるたん。こんばんは、るたん、こんばんは。空に散らばったほしいの。ミノルタンタン、大好きな人、幸せになれ大好きな人。さのちゃん。 ねラインしてましたそのちゃんと寂しいななんかもうさ寂しいなんかシンプルに寂しいなんか実感ないからなんかんめちゃくちゃ寂しいねっ、ま、こまわまるたんばんはこんばんはこんばんは大好きにしなけどだけどね幸せになれって やっぱさ、先輩は先輩の寂しさ、同期は同期の寂しさ、後輩は後輩の寂しさが、が違いがありますね、やっぱ。それぞれの寂しさがあります。んえ、そう、さなちゃんに私メール見られてるの知らなくて、見られてるっていうか、取ってくるともこう、わかんないんだけど。でさ、本当に、こう、ファンの方に向けてというか、まあ、独り言というかメールって、 だかからなんかメンバーに見られてるって、たまにこういう時に気づくときめちゃくちゃ恥ずかしくない。あかりとマリアとかも見てくれてて、だから多分他にもいると思うんだけど、なんかそのたびになんかちょっとあれ見られてるのにっと思ったら、恥ずかしくて、なんか <laughs> ちょっとなんか何とも言えない気持ちになる。うん いや、嬉しいから、これからも撮っててほしいんですけどね。こんばんは、こんばんは、初見の方が。あ,ありがとうございます。私物サイン会やってくれないかなブラバンショーでのパンフレットにハルタのサイン欲しい。あ前はありましたよね。私物サイン会ってのが、握手の枠でありましたね。あと、ゆいも、まいちゃんも。 下さんとか他にもなんか全員あっも撮ってるか全員分撮ってる人とか結構います知らなかったんだけどいや私もね撮ろうって思ってた時があったんですけど <laughs> ちょっとなかなかちょっと踏み込めてないさすがにねちょっとはい「幸せになれ」 お疲れ様ありがとうお疲れ様おありがとうございます。筋子といくらどう違うのあ、結局、あれって、なんかスジコってそういくらになる前らしい。同じものなんですよ。ものとしては同じものなんですけど、筋子はまだ塊の時き、まあ、ちょっと言い方悪い,いかもしれませんが、集合体みたいな時き、剥がされてない時らしくて、いくらそれバラバラにされたやつって、 皆さんのコメントとかで学びました。まあ、だからまあ、正直どっちでも同じみたいなとこはあります。<laughs> 違うか。そうではない <laughs> 粒の大きさだよねああ、なるほどね。なんか、筋子ってのがなんかすごい。 あの知ってるようで結局知らなくてあまあなんか言い方の違いなんかなっていうのはまあなんとなく分かりましたけどだがしかし私イクラをあまり食さなくてまあだからだったのかなっていうのはありますねなので必然的にすじこもあまりいただかない感じなのではいちょっと知る機会が遅かったなって 思いましたね。でも勉強になりました。皆さんのおかげで。知れましたね。<laughs> CM の知らない人にどやれる感じって感じ。すじこは塩漬けで、いくらは醤油ベース。ほう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 。まあなんか、じゃあ元は一緒なんだって考えたら、もう本当にびっくりしちゃう、私。 なんか違うも、だってひらがなと片がなひらがなと片がないからなんか違う感じするっていうかなんか不思議な感じがしましたね。こんばんは、こんばんは。私、イクラがえ全然嫌いとかじゃないんですけどああのまあ、自分からはいかないっていう感じであのウニも。 まあ、実際自分からはいかない感じですね。ウニはなんか物によりますね。食べれるものと食べれないものがあります。はい。はるかとマイカの違いは、まあ、一層っ取りされてるかっていう話ですよね。<laughs> やばおな、すごい。ようなことだ はるかとマイカのように、すじこといくらもそんな関係ではないでしょうか。はは。遊びに来てよ。あ、ありがとう。同じだ。あ、同じですかああ。いくらと鬼ってなんか人気じゃないですか。どっちか。だから、あの、差し入れでお寿司が来たとき、結構譲りますね。譲るっていうか、まあ必然的に全然食べてって感じ。ですね。 うまいね、うまいね。意外とちょっといい感じになりました。こんばんは、こんばんは、初見の方ですか。ほんまでっか TV? でで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 、私これくせぐせなんですよね。ほんまでっか TV。でで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 、まで、セットで、言う。お寿司食べたくなってきたね。ちょっとお腹すいちゃったよ。 寿司食べたいなサーモンとかおっきいサーモンとか食べたい結論出たって感じねそうだね <laughs> いい感じお話し会でも言ってたあ癖なのちょっと言っちゃう パうもいいよね。甘えびも大好き。私も甘えびめちゃくちゃ好き。なんかパパが甘えびめっちゃ好きで、なんか結構な確率で甘えび食べてて。でもね、一番何が好きかってなったら、ちょっと難しいんだよね、お寿司って。どれも好きなんですよ、割と同じぐらいに。飛び抜けてこれっていうのが、私の中で、ね。タイプも好きなんですよ。 白身系とか、赤身とかもそうですし、貝類も好きなんですよ。あ、でも貝類。まあそっかあ。でも比べたらまあ貝類はあまりいただかない方になるのかもしれないですね。白身と赤身とかの方がよく食べるかも。あの、軍艦もあんまり、もうあったら食べますね。ったら食べる。あ、イカか。 例えば、お寿司屋さんに行くとするじゃないですか。そしたら、まあ、確か、白身と赤身とホタテとかが多いかもです、昔。あ、まあ、まんべんなくと言いつつ、結構食べるものはいつも決まってるかな。あ、縁側好きな人多いです、私の周りに。私は縁側は、あんまり食べないですね。 わさび入りは大丈夫です。私、わさび大好きで、実は。わさびめっちゃ、好きです。なんか自分で調節できる時はめっちゃ入れます。ご飯食べ行った時とかに、ある海鮮丼とかのわさびとか結構、ほぼ、使っちゃうぐらい。あのー、やるあ。つか、つ、あ、つける。僕は穴ごっそ、あっ アナゴもあんまり、アナゴうなぎうなぎは食べるか、アナゴもあんまそっち系が、あの、うちの、私以外がめっちゃアナゴ好きで、アナゴとうなぎ系がめちゃくちゃ好きで、いつも食べてるみんなが。君はまるでわがままの猫さん、ありがとうございます。なんかおしゃれやな。いい感じやな。<laughs> サバとかの光り物はどうサバとかの光り物は好きです。めちゃくちゃ好き。 とりあえず茶碗蒸し頼む。あ、わかる。そのお店の茶碗蒸し気になるよね。え、絶対。でも、これってさ、の人もそうなんですけど、絶対茶碗蒸し頼んでるよ。<laughs> 頼んでるし、私も絶対頼む。茶碗蒸しは、絶対よ。やっぱそのさ、お店の茶碗蒸しの味知りたいよね。逆に茶碗蒸し苦手な方の方、 やっぱ確率的に少ないのかな得意な人より。カメタンタンちゃんタンさん、ありがとうございます。あ、締めなんですね。私は一緒に食べますね。隼人さん、ありがとうございます。博多はひょうたん寿司に行くよ。あ、ひょうたん寿司めちゃめちゃ美味しいですよね。話聞くだけでお腹空いてきてな、お寿司食べたい。そう、私のショールーム、あのね、通称お腹空いちゃうショールームだから。 回転寿司のサイドメニューは頼む派おぉー。回転寿司おぉー、どうかなぁ。でも私、回転寿司だったら、あ、その、なんて言うんですかその、行くところによります。メンバーと行くところによって、あの、頼む。 なないももああるる、し、頼む時もあるなんていうんですかその回転寿司の種類でもなんかお寿司屋さんっていうのはまあ基本お寿司まあ茶碗蒸しとかそのとこのなんかの魚の唐揚げとか系は頼むけどなでも回転寿司だったらスシローかあと 地元にしかないやつかもしれないから言えないんだけど、めちゃくちゃ美味しいとこがあって、スシローってなんか、一人でもなんかか気軽に、なんか気軽に食べれますスシローって。スシローって気軽じゃないなんか、あ寄ってくるみたいな、散歩するみたいなテンションで、スシロー行くみたいな感じに行けない、行けるくないですかなんか、な楽楽っていうか、ほんとなんかすごいなって思って、ランチに最適って感じ。 って思うな。あー、回転寿司に行ってもラーメンが頼む。あるよね。ラーメン。あ、しかっぱ寿司多分ね、行ったことない気がする。回転寿司だったら寿司ローと、あとなこないなんかど、どっかのなんか、メンバーと行ったけど、忘れちゃった名前。 でも回転寿司なら寿司堂が一番好きタピオカ飲んだことあります寿司堂の <laughs> ああすしまいもめちゃめちゃなんかお手軽ですよねなんかそのお寿司屋さんあっくら寿司かあっそうそうそうあ、寿司んまいはねあのメンバーとよく行きます 前なんですけど、最近は。いいんですけど、その、ラストオーダー、あーみたいな感じがなくていいから、し、気軽にこう、食べれるし、店員さん優しくて好きです、しさんもいって。で、美味しい。はま寿司 甘寿司ってなんか聞いたことあるけど、なんかどんなやつか思い浮かばない。どんなのだっけこんばんは、こんばんは。お腹空いてきた。寿司三枚はね、結構どこでもありますね。天神にもあるし、多分博多にもあるし。かすにもあるんじゃないかな。結構いろいろある。こんばんは、こんばんは。 スシローって食べ放題コースとかあったんですか知らなかったやってみたかったね私食べ,ああ食べ放題ってかなんかなんとかチャレンジみたいなねしてみたいんだよねなんかみるんちゃんとその長崎行った時その商店街歩いてたら喫茶店になんか巨大なパフェがあって 食べきれたらすごいね、みたいなやつだったような気がするか、本当にただでかいだけなのかわかんないんだけど、あのー、やりたいよねって話した。お腹すいたからパン食べました。うん。お腹すく。食べたい何かを。 えやりたいよね。わかるわかる。私は限界までチャレンジしてみあ <laughs> やりたいやりたいやりたい。商店街、浜町のかなどこだろうさせすけさうどんが先日大分に、ね、初出店。やれたいね。いやー、私まで嬉しい。すけさうどんが、ここまで。 どんどん,どんもう本当に美味しいからさ全国にどんどん行ったしはるたんが勧める回らないお寿司やってないあーなんか結構地元かもしれないからちょっとなんか言いたいけど言えないですねあとはんか全然家族とかしか行かないくるみ食べるあくるみねこないだ食べてたからねそうね お寿司大体何皿食べるええー、あ、そういう質問が多いですね。何皿ぐらい食べれるのええー、私ね、その、めっちゃ状況によりますけど、なんだろう、な、20皿は絶対食べる気がする。20前後かな。うん、その日の調子によるけど。でも本気出したこと、そのサイドメニューとか、あの、まあ、茶碗蒸しとかだけだけど、 間になんかデザートとかそう回転寿司で食べちゃったりするんだけどじゃなくてほんとにお寿司だけのものをやってみたいです20歳は無理やろでほんとなんですよ私も皆さんね私のこと舐めてるめちゃくちゃ食べるんだからねなんなん自慢じゃないんですけどもう全然なんかかっこよくないんですけどそんなこと言ったってなんかちょっと全力でやってみたいなんか 全力でや,やれたことな,くないから今まで。結局なんか違うの食べちゃったりとか、あの、放棄しちゃったりとかするけど、そうだう何に対しても、あの、結構本気でやってみたい。<laughs> 私、あと誰かと一緒にや、やれ、やったらもっといけそう。 メンバーで寿司食べ終わるまで帰れまってんやる。やりたい。なんかそういうのやってみたい。あのメンバー、ず私ずっと言ってるんですけど、メンバーで大食い大会したい。マジで結構いい線行くと思うんだよな。ちょっと、痩せてください。<laughs> ぜひ、痩せてください。博多の醤油、甘くてちょっと苦手。あ、そうらしいですね。なんか甘いらしいですね。でもなんか場所によっては普通の醤油もあったりする。 違うやんってったっけ逆に私、関東の醤油が苦手です。それしかないから、それ食べだけど。まあね、強いて言うなら、その口になってますね。メンバーで大食い大会、盛り上がり、それ、ね、盛り上がると思う、絶対。盛り上がる、盛り上がる、<laughs> これガンダムや。 お寿司食べたい、お寿司。いやでも私最近すき焼きが食べたい。帰れ海の時も言ってた気がするけど、すき焼きが今食べたい、一番。すき焼きとお寿司。すごい、ザ好きな食べ物みたいな感じになってる。あ、ラーメンね。私今年、その、お正月にゆかちゃんとラーメン食べたお正月そう、あの、お参り行った時に、 まだカップ麺禁止とか、まあ、カップ麺じゃないんだけど、ラーメン屋さんだったんだけど、そのラーメン屋さん以来、ラーメン屋さん行ってなくて、なんかカップ麺禁止したらラーメンからね、離れ、ラーメン離れしてる自分がいるのなんか、ラーメンというものを食べてないですね <laughs> ラーメン屋さん、美味しいラーメン屋さんになんか誰かと行きたい。 でも一人でこうバタッと見つけてあここのラーメン美味しかったねみたいな美味しかったねって言う一人だけど美味しかったなみたいなやつもいいなって思う時間はかけ足すぎてくはいせの、ね、会えなくなるんだね最後の教室でああいいねファンの方も一緒に大声大会めっちゃ楽しそうや 天ぷらの平尾は行くもう天ひらおう平尾が一番おいしいと思いますひらおにあマハさんありがとうございますこんばんはこんばんはインスタントたち素晴らしいありがとうございますラーメンは展示の一覧がおすすめですああ ダイヤモンドリリーの季節になってきましたね。分からんけど、なんとなくここらへんな。ハルタのために食べれんくても頑張る大食い大会。<laughs> ああ、ありがとう。頑張ろう、一緒に <laughs> やらん。やる予定ないのに頑張ろうとか言っちゃった。<laughs> 頑張る頑張る。こんばんは。んんは水色あるタイルのサバナはさ、こまんんまだよね。 でも可愛いからこのまんまにしよう。なんかさ、なんとなくまだちょっと寒いですよね。結局冬のパジャマだし、冬の布団だし、冬の掛け布団で寝てる。なんか寒いとかじゃないけど、まあ、あったかくはないよねって感じはしませんなんとなくね。 うわ、スーパーで売ってる生ラーメンを家で作っても美味しい。美味しそう。ラーメン食べたい。ラーメン今日寒かった。あ昨日、今日は寒かったですね。福岡も寒い、ね。こんばんは、こんばんは。いつもね、ショールーム暗いよねこ。あ、ここは暗い。<laughs> でもなんか福岡はそろそろ、あのー、桜が満開らしくて。 今日タクシーの運転手さんがね言ってました今回ですね壊したとかねとか言ってましたちょっと行けそうにないかもしれないですねまた夜は寒い季節ですねそうだね冷えますね夜はちょっとそれもタクシーの運転手さんが言ってました はるたん、ラーメンは豚骨、塩、醤油、それとも、くるみ、違うか <laughs>。どんぐり、きいちごじゃないか <laughs>。えー、でもなんだろやっぱ豚骨なのかな。豚骨醤油とかも好きだし、塩ラーメンも別に好きだし、味噌も好きだし、醤油も好き。なんかまあ、どれか選べば豚骨を選ぶけどね。 くるみラーメンか。<laughs> ちょっと想像はしてみたけど、ちょっと難しいな。くるみラーメンはちょっと厳しいかもしれない。お客さん、髪の毛が桜色ですね。うん。<laughs> ほんまにほんまに。あ、トマトラーメン。今泉のトマトラーメン美味しかった。私も行ったことある。美味しいよね。結構ね、行ったことある。 初めて行った時感動した。本当にトマトや、や本当にラーメンじゃんってなりましたね。めちゃくちゃ美味しかったです。はるたんクイズ大活躍見守り中さん。あ、さっき言ったかありがとうございます。もう2回目かもん。ちなみに私は、そう、最近何を漫画読んでるかっていう話なんですけども、海賊特急さん、ありがとうございます。 あれですね。バナナフィッシュの漫画ですね。まあ、これは、あのー、なんと言いますか、うちの親友がですね、バナナフィッシュめちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃ好きで、アニメは2話ぐらいまで一緒にいるときには見たんですけど、あのー、今は美容師さんに、その美容師さんも、 買ったらしいんですよだから、まあ、私もこれを機にと思ってあのお借りして、あのー、読んでおりますよ。もう完全にユリアの影響なんですけど私が多分生きていたら通らなかった道だと思うんですよ、この部類のジャンルは。こう、気合,気合がいる感じる、平和じゃないじゃないですか。 ちょっと心苦しいような感じがするのであんまり見ないタイプだけど今ちょっと読んでみてますねあんまりちょっと進んでないけどアニメ化されたのがだいぶ経った時だからすごいなって思う。 ね読んでみてますよ。まだまだですけど。46番さん、ありがとうございます。逆におすすめありますかあ、も、ま、う、あ、おすすめ <laughs> そんなことでも多分私読まないかもしれないから。まあ、こういう機会があるときに、なんかまあ、読んだりとか。知ってます。あと、守護キャラをね、新しいパッケージになって、 たのをね、こう絶対買おうと思ってて。あのね、てかね、頼んだんですよ。昭和キャラネットで漫画の真相版っていうんですか、この表紙の絵が変わったバージョンじゃないやつは持ってるんですよ。昔、小学校の時に買ったやつなんですけど、新しくなれてたから買ったんですけど、私、あの、なんか入力するのをた間違って。 こうもう届かないんですよ。もうお金は払っちゃったんですけど、多分もうね、無理ですって言われたんですよ。なんかもうこれはどうしようもできない状況だからって言われて、多分届かないので、もう一回ちょっと買おうかなって。なんかもう、もう本当は悔しいからそういうのをもう,もう一回買うとかしたくないけど、どうしても欲しいからもう買おうかなって思います。くそー。 って思いながら過ごしてます。かまあ、ああ、うん、でもなんか、うん、はい。ははは、悲しい。時間はかけやしすぎてく、会えなくなる。今日意外と23日だよね。ま、た24日だね。 最近ゲームはしてる。あ、昨日ねメルトちょっとしてましたね。今日もね、やる約束してます。夜に。揺れるカーテンと、細い髪、あらめられなくなるんだね。僕はたまったままで、つばく方。え もしかして今9時25分ぐらいですか早くないえ、嘘やん。あ、DVD、あ、ね、今、エイペックスやってる。飾って顔にされたいタンさん、え、しましたよとか言って、<laughs> ね、来てくださってましたよね。早くない時間だったの今、私びっくりしたんですけど、まだ9時ぐらいかと思ったら、もう結構過ぎてた。 探せ、探せ。でもね、全然上手くなれないんですよ。ねもうめると二人でいつも。いや、でも次は頑張ろう。<laughs> 次行こう。ってで。いやー、どうやって上手くなれるんだろうね、とか。と言いながら。ほんと難しくて、もう全然。いや、これを使いこなせた人ってすごいなと思う。 どんなゲームえー、っとね。ま、ああの、何戦ってィうんスキアのいの十戦こう、生き残りゲームみたいな感じ。めちゃくちゃね難しい。あのボタンがいっぱいあるから、もうボタンボールに必てやし。キザ機材ザ <laughs> とかいっぱいあるから。あ、銃撃戦か。 機材とかがもう何が何だか何がどういうあの個性なのかがわからなくて <laughs> サバイバル系ー系ああみたいな感じやと思う難しいんだけどまあちょっとうまくいったら嬉しいかなっていうところはあるからその日までまあ頑張るしかないよねっていう話しすいつもねなかなかちょっと難しいんです ゲームしてるはずやのに逆にストレスたまるみたいなとこありますよね、最初って。そんな感じになりますね。ゲームあるあるかもしれないんだけど。慣れるまでね。考えたってわからないし、青空の下、君を待った。風が吹いた証拠。揺がりを抜け出す想像ね。騒ぎに行く予定あるのいや、ないです、今は。ないです。 今んとこないけど、ちょっと近いうち早く行きたいなーって、感覚忘れそうになるんで、はい。ちょっと行きたいなーと思ってますね。長浜ラーメン食べて帰ってきたです。くぅなんだそれは最高じゃないかー。ありがとうございます。青空の下着見よまった。風が吹いた正午。 揺さがりを抜け出すぞぞね、これからどうなるんだろうねそれ何の歌だっけわかる、こうなるよね音楽はしてないといいね困らないでよ思い出すか私もねあんまり馴染みがないときうわ、何の曲だっけっていつも思ってたまたいけるといいね <laughs> ありがとう、またいけるといいねうーいいな 土曜日ラーメン屋でラーメン食べながらハルタのショーガ見てたあそうだったの最高だねネットゲームのサムゲーですね自分が動きますあちなみにこの曲は僕は音楽をやめたです今日は通販のスケサルダのモ食べよ最高めちゃくちゃ美味しいよね あなたのショールームで他グループの曲を知ることよくあル許可さんの僕は音楽をやめてです、ね。好きですね。こういう系の歌。あとは、何聴くかなそのビスさんっていうカエデが好きなアイドルさん教えてもらってよく聴きますね。スイッチでおすすめ、おすすめの あんまりね、私ね、特化してないんですけど、まあ、じゃあ、同じエイペックスを進めることとします。でも、めちゃくちゃ難しいので、ちょっとストレスは溜まりました。<laughs> 難しいよね。新たんたザ夜桜とカブ。私ね、去年からずっと、ず,ずっと喋ってるのびっくりした。ビス、ビッシュ、ビッスですね。ビッシュも、 え何の話やったっけあ忘れちゃった。あ去年髪染めたてだったからちょうど春前だったからそのお花見で桜と写真撮りたいなって思ってたんですけどかなわず自粛期間だったのでかなわずだったからまあね今年行きたいけどなどうかなって。 青空の素敵みを待った風が吹いた正午昼下がりを抜け出す想像ねこれからどうなるんだろうね進め方を最近 youtube でデカ盛りのお店紹介する動画をよく見ていますうだけでなく質も良さそうなんですよねわかるこれ全部マジでって感じですよね <laughs> ありがとうございます。え昨夜散ってた近く早いね。でもまあ。かもう今日は明日とか。え、じゃあ来週にはないのかいけないよー。どうしたらいいんだ。なかなかタイミングが合わせるなって感じ、えー。行きたいんやけどね。難しいね。 難しいねがちょっと口癖なとこあるんでしら。ちょっと難しいねってよくないなんか、つい言っちゃう。はやとさん、ありがとうございます。ぽさん、ありがとうございます。いや、お花見行きたいよ、そりゃ。ねえ、行きたいよ。あこ。あこのポスター。 タイミング難しかったかわかる休みの日とさ、いい、朝焼き頃がいいタイミングとかさ、全然。あの、鳥 <laughs> お花見だったら大丈夫では。あ、あの船、ね、その時間がね、行けるタイミングがちょっとね、なさそうで、来週だったらいけるかもしれないんですけど、ちょっとね、なんか、 絶妙にね。昼が豚骨ラーメンで夜が牛タンカレーでした。美味しそう、最高な。最高な一日だ、それは。いいね。うわ、カレーもいいよね。もうカレーとか、もう超大好き、まあ。インドカレーが結構好きだから、ちょっと変わり種のカレーとか。スリランカカレーもめちゃくちゃ好きです、私。役員にあるんです、めっちゃ地元トーク。役員にあるね、スリランカカレー。 知り合いに、あの、ママの幼いじみさんに連れてってもらったんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。スリランカカレー、上になんかお肉が乗ってて、まあ、スープカレーなんですけど、鉄板かな、あれ。です。最高。ズッズッんでんまんねんょんどんでんでで え夜ご、夜ご飯、カレー食べた。スープカレーいいよね。うわ、カレードリアかいいな。うわ、ドライカレー大好きだー、うん。あとなんか、さっきガッパオライス。ガッパオライスか、カオマンガイとかね。結構好きなのね。スケイトさん、ありがとうございます。 うわカレーいいなあ。あのね、チーズナンとあるんですよ。そん時はもう絶対食べちゃいますね。タイカレーも好きです。ちょっとね、あんま辛すぎるのは得意じゃないけど、めちゃくちゃ好きです。そうグリーンカレー系ね。うちゃう 方があ初見。<laughs> ありがとうございます。かわいいとコメントしてくれてますね。いやー、ありがたいですね。<laughs> 受け取らないんかいっていう、ちょっと恥ずかしがるなって。カレーかー、いや、カレーっていいんだよなめちゃくちゃ美味しいよな。ミナルタンタンさん。あ 言いましたね。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。本当に頭抱えてる人初めて見たかもしれない <laughs> あ。あな何かなくらいで。いや、あんまり、なんか、人波って感じ、人波ちょっと下かなって感じぐらいです。こんばんは、こんばんは。 うん、お腹すくねー。でもね、こういう時に YouTube で食べてる方の動画とか見ちゃうんですよね。なんかお腹空いてる時でこそ見ちゃわないごめん、今日焼肉やった。うん。最近さ、家族で、はい、行けてないんですよ。まあ、時期も時期でしたからずっと行けなかったんですけども。 今度焼肉か焼き鳥行こうねって言ってて、どっちも食べたいなーって思っちゃう。<laughs> もっと梅干しです。あ、その説はどうも。うちの同期がお世話になりました。何も食べてないのに食べた雰囲気になって、確かにこんなに話してたらちょっと満腹になって、まあ、来ないけど、<laughs> 来るよね。うん。やっぱり一番お肉、うん、お肉が一番好き。 私はお,肉が好きお寿司もまあ同じぐらい好きだけど、肉ばっか食べる。人生って感じ。カレーはライスとナン選ぶとしたら、まあ場所によりますよね。絶対インドカレーだったら絶対ナン選ぶけど、タイカレーは絶対ライスだし、スイランカカレーでもはライスやから、まあそういうことよ。臨機応変にね。ク空想グルメ番組になって。 <笑><笑>あはは、ほんまやな何食べたいですか皆さんは今スプーンはね一応あ持ってはないんですけど我慢 <laughs> できなくてほともっと行ってきました <laughs> いいね食べましょう食べましょういっぱい食べよう見守っとくからえあれ々にハラミ食べたい セブンの半熟卵マジうまいね。でしょ美味しいよね。大好き。えー、で難しいな。一番何食べたいかって今聞かれた。あ、チヂミ食べたい私。パスタまずいいね。私チヂミとかめっちゃ、粉もん系結構好きで。チヂミめっちゃ好きなんですよね。結構永遠に。 ジャガイモチヂミチチーズチヂミっていうのがあるんですよ。どこのお店、あアップドっていう韓国料理屋さん、前なんかメンバーと一緒に行ったときに食べたんですけど、すすめられてめちゃめちゃ美味しくて、あのね、あの革命だった、なんかじゃがいもチーズチヂミって感じだったけど、めっちゃ美味しいんだよ。めっちゃ美味しかった。チヂミ食べて、韓国料理食べたい。 私ね、チヂミは本当にね、いくらでも食べれますね。あーなんかね、リミカと博多座の舞台稽古中に2人で新大久保行ったんですけど、そこの韓国料理屋さんのチヂミもおいしかった。分厚め系の油油してる感じ、<laughs> わかりますか揚げ焼きかなみたいな、まあ大体そうだと思うんだけど、めちゃくちゃ美味しかったです。 遊びに来てよありがとうえすごいえそれリミカ本物やばくない美味しかったよねまた行こうご飯 <laughs> すごいんだけど本当に本物なのやばおたすごくないリミカの話 <laughs> えすごいえすごい <laughs> 感動してる。 美みか。美味しかったよね。てか、サムギャプサルも食べたよね。入った瞬間縮みミの話 <laughs> めっちゃ面白いじゃん。ありがとう。また行こうね。ああ、すごい。今日一、盛り上がっちゃった、感情が。<laughs> ナイスタイミングやん。ああ、なんか嬉しくなっちゃった気持ちがお。なんかお腹いっぱいなって気持ちになってね。 嬉しい。ナイスタイミング。<laughs> ナイスタイミング。あ、だるまが投下された。ありがとうございます。ね、また行こうね。<laughs> かわいい。<laughs> ごちそうさまでした。カッコはてだ。<laughs> よかった。お腹いっぱいになったみたいで。<laughs> ありがとうございます。いやー、いいね。 大久保は岩行くよ。あ、あ、そっか、あるもんね。私もね、2回ほど行かせていただいたことある。こんばんは、こんばんは。1回、はるっぴさんとまりかちゃんと3人で行った気がする。なんか珍しいですよね。なんかたまたまお仕事で東京行って、で、なんかまりかちゃんがはるっぴさんと映画行くから、 一回一緒に行かないってなって一緒に行って行きました岩にであともう一回はえ、そのまたあれかな稽古中かななんかメンバーと行った気がするめっちゃ美味しいよねめっちゃいや待ってもっと前かな 何の時だっけないや、そん時か。そん時。そん、そん時か。しれない。確か、そん時だった気がする。めっちゃ、<laughs> めっちゃ食べました。はい。あ、そん時だった。そん時だった。お、ハルたンはダンスだけ、経験でめっちゃ好きすぎてやばいよ。あ、ありがとうございます。嬉しいね。 ありがとうございます。あ、その今日ストーリーにもあげたんですけど、こう、関係者でこう見に来てくださったダンスの先生やってらっしゃる方がですね、R を見に来てくださってたみたいで、知らなかったんですけど、なんかそれで終わった後にすごく私のダンスがとても 好きだだと言ってくださっててくさなんか社長が「どうでしたか?」みたいなった時に「ピンクの髪の子みたいな <laughs> って言ってくれたみたいであ,ああいう時になんか分かりやすい目印っていいなって思ったのは正直ありますね <laughs> すごいなんか褒めてくださっててはありがたいなって思いましたしかも、ね、ダンスやってらっしゃる方とからそんな風に言っていただけてまあ多分 R だから 私がリミッター解除したい時ととかもありましたしね。今度ありますね、28日に、また。こう、りのちゃんが初めて出るってなって、今日も一緒やったんですよ、公演が一緒だったから、ちょっとだけ練習したりとかしてたんですけど、もう可愛くって、もう頑張ろうねってで。やっぱ聞いてくれるのって嬉しいよね、なんか。 うん,うん、いつでも聞いてないって感じする。だか、らちょうど声かけようとしてら、目があって。<laughs> あ、絶対そうやんとて思って,て。嬉しかった。明日が当落時々だね。みんな当たりますように。みんなが当たりますように。頑張れ。当選してほしいよー。私が祈っとくから大丈夫よ。安心してみんな。私、私が祈っとくから。 みん <laughs> なで入ろう。<laughs> 楽しみやなーって感じ。ちょうどね、なんだっけ、あまあ、数日前でもないか、5日でもないか、あ1週間前ぐらいに、定点部位見てて、ちょっとね、頭の中でちょっと、あ、ここよくないなと、あ、ここいいなとかがちょっと <laughs> そう、研究生みたいなんだけど、まあ、思ってたので、早く月ができそうで嬉しい。 見えない方はぜひ DMM 見てください。絶対見てくれよな。<laughs> 絶対、皆さん、ここで拝んでいってください。<laughs> いやな何の効果もないかもしれんけど。ちょっとレリーフを拝むといいことあるかもしれんから。来たときにはよく。あ、ぜひ、よくじゃない。ぜひ。<laughs> ぜひって言ったらよく。意味が。ぜひ言ってたらよく。<laughs> <味が> <laughs> よく <laughs> あれ変だな。 ちょっと公園わりなんで、ちょっとアドレナリンですかね、これはね。アドレナリンのせいでしょう。うん。きっとそうだ、そうだ。そうだ、そうだ。いや、楽しみやな。なんか、楓がさ、てからまあ、なんて言うんだろう。な後輩に、そう、楓が言てたみたいにさ、後輩にとってさ、いい機会になれてたらなって思ったりするからさ、そういう声聞くことうしい。 良かっったなーって思ううんいや、ね、キセイすごい割れながらなんですけど本当に一人一人が特化してて何かねなんかいいなーって思うんですよね <laughs> すごい割れながらなんですけどいや俺らの動機いいなーって見てて思うって感じがする私は。 好 <laughs> きすぎやろって感じなんですけど、同期のこと。めっちゃ好きです。キュンです。<laughs> 古いかな。<laughs> いや、まさかカエルとのコラボ配信で語る日が来るとはな、お互いね。でもね、本当にあんな感じなんです、いつも私たち。 小の話もするし、急にコントするし、超真面目な話するし、だから、本当に私たちの電話を皆さんが聞いてる感じって感じですかね。ね、嬉しいな。<laughs> うれしいなってか、嬉しい,い,う嬉しいは。恥ずかしいけど、なんか不思議な感じがする。あの、現実見ないけど、最高だな。んなんか今日日本語おかしいんですけど、あ <laughs> り ドイキも見に行けたらいいなって思うんだけどね、今お願いしてる最中です。行ける時間がありそうだったので、お願いしましたが、どうですかねーって感じですね。行けたらいいなって。願っててください。私もみんなのこと願ってるので。多分、カエデとか、おばあちゃんになっても、 思いますね。ちょうど長教員の移動の最中だったので、コラボ配信楽しめた。あよかった、よかった。まいちゃん、コント駅行くみたい。いいな <laughs>。こう、多分、先着な気がするのよ。私も言ってあるから、きっと大丈夫だと思うんだけど、まあ、田原さんもね、来てくださいって言ってたからね。田原さんに。 ね、言われたんだからね。それいけなかったら田原さんのせいですね。<laughs> ね <laughs> すいません、ここだけ出たことないのに。みんなが田原さんのことよくいじってるので、つい、すいません。<laughs> ちょっと行けますように。先着順も出ませんように。きっと、大丈夫。<laughs> なんで私はみんなの分も祈っおきます。狙ってますように。 時間はけ足しすぎくく会えなくなるんだね最後 <laughs> もう歌っちゃうよ、もういものに。はい、ということで、ちょっと、あ、やも、ひもが、ひもじゃないよ。ひもじゃないけど。あ、そうだ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 、はい。先生、先生。コントイをやってみたい。どうなんでしょう私見ても面白いかわかんないからな。 興味はあるけどちょっと、自信ないです、ね、みんななんか私と見たいか分からはい先生あのよかよか今度最終回じゃないですかなんか見た方がいいらしいですよ別に私がもう分かのがないけどまあなんか最終回は見た方がいいらしいですよ別に私 <laughs> わかんないけど、まあ最終回は絶対、もう、まあまあ。もうでだって書いてなかったじゃん、最終回ってさ。まあなんですけど、まあ出るん、何人かなんかね、なんか出,出てもいいんじゃないかなと思うからさ。まあど、どんなことするか知らないんだけどさ。あでもなんか見た方がいいんじゃないかなーと思うけどね。はい てことこで、まあ、お楽しみにということで26日です。はい。でででで。まあ、とりあえず見た方がいいと思います。っていうだけね。まあまあまあ。まあ見るよね。どっちにしようね。はい。ということでランキング読みたいと思います。1位。あ君はまるでわがままな猫さん。おお、おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。1位。ちゃんとアイコンもね、猫でね。 2位、ピンクのりたまウェーブさん、ありがとうございます。3位、マッハ666さん、ありがとうございます。4位、ヨッチーさん、ありがとうございます。5位、ポさん、ありがとうございます。<laughs> 6位、46番さん、ありがとうございます。ちょっといい 7位、かさっぺ、がんみされたいタンタンさん、ありがとうございます。8位、はるたん、20皿食べるってよ。ききちゃん、明日は午前2時半起き、ありがとうございます。二時半き、頑張ってください。9位、かめたんたんちゃんたんさん、ありがとうございまーす。10位、あっ、変わってしまった。ランキングが変わってしまった。ちょっと待って、読んでない。えー 変わらずかじゃ、10位、ゆうかちゃん、ゆうかたんぴょん、ある二じを当選しますように、しますように、ありがとうございます。11位、けいとはるたん、大好きタン、たんつけた、ただのなかった、大好きさんが、<laughs> 勝手にたんつけちゃう <laughs> ありがとうございます。12位、しんたんたん、よざくらと、かみらのコラボ、最高やろうなーさん、ありがとうございます。13位、ようすけ、名字ランキング12位さん、おおそうなんや。ありがとうございます。<laughs> 勝手にタンつけちゃいました <laughs>。癖で <laughs>。ごめんなさい。ありがとうございます。今日もありがとうございました。明日はね、できないかも、日なので、まあ、明後日はい、かもしれませんが、その時はまたよろしくお願いします。今日もありがとうございました。好きに話させていただきまして。なんかちょっとあっという間に1時間経っちゃ、経っちゃいましたけど。ね。 やっと皆ゃんありがとうございます。今日もお腹空いてね、確かに。<laughs> いつも食べ物の話しちゃうからね。それじゃあ今日のじゃんけんタイムいきたいと思いますよ、みなさん。<laughs> 最初はグーじゃんけんポンまあ、そうですよね。<laughs> まあ、チョキですよね。<laughs> <laughs> かあなぜか愛い子が多いですねあはあまあおそう負けが甘いないですねあえー、今日愛子さん結構いらっしゃってますね少し背の高い <laughs> いや私キスハグ歌いなさいよって感じなんですけどね <laughs> どっちかというとキスハグ歌ったみなのでね懐かみが ということで、本日もね、まあ愛子さんがたくさん来てくださったということで、まあ楽しかったですね。ありがとうございます。<laughs> 皆さん、きっと頭から、懐かみが頬を切るが離れないことでしょう。それか、少し背の高いが、すごい、少し背の高い,いしちゃうと思います。<laughs> はい、ということで、ありがとうございました。付き合っていただいて。じゃあ、また配信するので、よろしくお願いします。今日も、ありがとうございました。 <laughs> じゃあねー。バイバー。ありがとう。今日もありがとうございました。また。バイバイ。